塩川哲也君。日本共産党の塩川哲也です。今日は最初に茂木大臣にお尋ねをいたします。茂木大臣は一般社団法人日本リラクゼーション業協会の特別顧問を務めたことがありますね。茂木大臣。個別の政治活動についてお答えすることは差し控えますが、特別顧問との就任については、国務大臣規範にのっとり活動しております。現在顧問は務めてございません。塩川哲也君。現在勤めていない、国務大臣規範との関係ですけれども、大臣就任以外の時期に特別顧問を務めていたということを否定されませんでした。2014年12月8日時点で、特別顧問という役職も記載がされているところです。そこでこの数年間の日本リラクゼーション業協会のフェイスブックを拝見しますと、茂木議員の名前と写真がたくさん出てまいります。例えば2014年6月リラクゼーション業協会総会の後の懇談会で茂木大臣が挨拶をしておられますし、その際にリラクゼーション業に対する国としての期待を述べたということです。またその11月には日本リラクゼーション業協会、主催のリラクゼーションの日記念イベントで茂木大臣が挨拶をしておられます。で、2015年10月にリラクゼーション業界主催のコンテストで茂木議員が特別顧問として挨拶をしておられます。翌2016年12月協会理事メンバーとの懇親会で、ゴルフ場の写真でしょうか、紹介もされておりました。で、昨年の2017年7月1日リラクゼーション業協会総会で挨拶をしておられます。その他茂木議員の勉強会に協会理事が出席などしていると。不思議なことに昨日拝見をすると、そういうフェイスブックの記載がかなりのところ落ちているということなんかもありまして、そういう経緯の中にあるところです。で、そこでお尋ねしますけれども、この2012年9月のリラクゼーション業協会の協会法を見ると、茂木議員は、関係省庁への打診、産業分類確立への道しるべをも一緒に考えていただける、心強い賛同者と紹介をし、自民党政調会長という要職の激務のさなか、リラクゼーション業の産業分類の確立、業界発展のために尽力をいただいているとありますけれども、そういうことでよろしいでしょうか。茂木大臣。さまざまな団体の皆さんとお会いする機会であったりとか、業界団体等の会合、これは毎年呼んでいただいている会合もございますし、さまざまな会合にも出席させていただいております。各団体の広報物についてコメントする立場に私はありませんが、さまざまな団体の会合等に多くの議員が載っていることはあるなと思っております。そしてその、他の団体と同様にですね、リラクゼーション業協会の皆さんからも現状についてお話を伺ったことはございます。同業界に限らず、私の政治活動にご理解、ご賛同いただいた多くの方からご支援もいただいております。塩川哲也君。リラクゼーション業協会お話を伺ったことがあるということで、茂木議員はこの2012年9月のリラクゼーション業協会で のリラクゼーション業の産業分離の確立、そのために尽力いただいているというのを受けて、政権交代ありましたので2012年12月に経産大臣に就任をされました。で、その翌2013年2月の12日にこのリラクゼーション業協会理事らが大臣室を訪問しております。先ほど申し上げましたように同協会の要望は、リラクゼーション業という、産業分類の確立であります。総務省によればこの産業分類というのは、助成事業等の認定にあたりこの分類が活用される事例もあるという点でいうと、非常に重要な区分ということになっているわけであります。そういった中で
この2013年、茂木大臣が第2在任期間中に、経産省の取り組みもあって、10月、リラクゼーション業が日本標準産業分類に新設をされました。ですから、その後のリラクゼーション業協会のフェイスブックには、歴史が動きましたと、リラクゼーション業が新産業として認定されましたとあったわけであります。このリラクゼーション業というのは、所管は経産省であります。まさに茂木大臣が経産大臣在籍中に、所管する業として所管をするリラクゼーション業というのが産業分類として確立をするということで、この2012年以降の経緯を見ても、親密な関係にあったリラクゼーション業協会に、新産業としてのお墨付きを与えると、こういう立場で尽力をしたのが茂木経産大臣だったのではありませんか。茂木大臣。まず2019年の9月という話でありましたが、2012年の9月という話でありましたが、2019年の9月、我々は野党でありました。もちろん我々としてですね、政権復帰を目指すと、こういう立場でありましたが、いつ政権復帰できるかと、解散もなかったわけですから、分からない状況でありましたし、ましてや安倍政権が成立すると、そしてそこの中で私が経済産業大臣に就任するということは、少なくともその時点では想定をされていなかったと思っております。そして日本産業分離についてお話がありましたが、これは所管しておりますのは総務省でありますから、その件につきましては総務省にお尋ねください。塩川哲也君。野党時代に地球を得て、その要望もあって、2012年の12月に、経産大臣に就任したからこそ、経産大臣の職責において産業分類の確立に経産省が働きかけるという点での役割を果たしたんじゃないのかということであります。産業分類を所管する総務省とこの協会とのやり取りの際にも、総務省統計局からいろいろ疑問点なんか出されると、そういった際に経産省のヘルスケア産業課というのがこの協会のいろんなアドバイスをしたり、総務省統計局とのやり取りもしているわけですよね。つまり役所としてこの産業分類を確立するということでのアドバイスを行ってきた。で、それはまさに茂木経産大臣の下で行われてきたことであります。で、この間経済産業省はこの団体であるリラクゼーション業協会主催のコンテストを講演をし、経産省のヘルスケア産業課長が政府の取り組みとリラクゼーション業への期待と題する講演を、この協会主催の行事の中で行うということで、特定の業界団体を、経産省が積極的に支援をしてきているという経緯があるわけです。で、そこで茂木大臣に伺いますが、このリラクゼーション業協会は2016年の4月それから9月、12月、茂木議員のパーティー券を購入していると思いますけれども、それはその通りでよろしいですね。茂木大臣。個別のですね、どの時期にいくらということは今ですね、確認できませんが、いずれにしてもですね、政治資金パーティー、等につきましては、その資金、政治資金規正法にのっとり、適正に報告をいたしております。塩川哲也。いや、これは質問で投げてるんですよ。この2000、このリラクゼーション業協会からパーティー券購入してもらったということについて確認しますねって聞いてないんですか。茂木大臣。いずれにしてもそのようなご指摘であれば、その時期にですね、パーティー券の購入があったと思いますが、そのことについては、きちんと政治資金収支報告書に記載をいたしております。塩川哲也君。そういうことであろうということで、これちょっとね答弁の話でいろいろその事前に通告がないからなんとかっていう話になるんだけどね、これ失礼な話ですよ。ちゃんと答えたじゃないですか。いやいや、だって思うって話じゃないですか。もう事実関係確認してるのに、これね、思うって話じゃ済まない話ですよ。ね、丁寧にやってるんだから、それに対してそういう答えっていうのは、これあまりにも、審議に対して失礼じゃありませんか。もう一回じゃあ。茂木大臣。ご意見は真摯に受け止めさせていただきます。
その上で先ほど申し上げましたようにですね、政治資金につきましては政治資金規正法にのっとり適正に報告をいたしております。塩川哲也君、150万円受け取っているわけなんです。50万で、で収支報告書に記載したから問題ないって話じゃないんです。で所管する業界団体から献金やパーティー券購入を一切受けないっていうのは本来ね、これやっぱり所管大臣としては行うべき筋じゃありませんか。業界団体からの献金っていうのは業界との癒着が問われるわけですよ。パーティー券は形を変えた企業団体献金と言われているわけで、業界団体が口利きなどの見返りとして政治家に金を出すという構図になるというのは当然のことであります。で茂木議員が経産大臣在任中に親密な関係にある業界団体の要求に応えて新産業としてのお墨付きを与えるために働き実現をさせた、協会側はパーティー券購入という形で報いたと、こういうことになるんじゃありませんか。茂木大臣、私は2012年の12月の26日にですね、経済産業大臣に就任いたしまして、2014年のですね、夏に退任をいたしております。ご指摘いただきました2016年、私は経済産業大臣の職にはございませんでした。塩川哲也君。大臣で仕事した果たした仕事が、その後、協会としてパーティー券購入という形で報いたと。いう構図っていうのははっきりしてるんじゃないでしょうか。新産業育成を国策として進め、それを利用する形で所管していた業界団体に国のお墨付きを与えて、その結果資金提供を受けるっていうのは癒着そのものであって、こういった癒着を進めるお友達のための政治の私物化ということを言わざるを得ません。でこういった問題について今の安倍政権の対応が極めて問題だということを指摘もし、引き続き追及することを申し上げて、茂木大臣についてはご退席いただいて結構であります。茂木大臣ご退席ください。以上。はい、塩川哲也君。続いて今日は今原発をめぐって大きな批判の声が上がっています。茨城県にあります日本原電の東海第二原発の運転延長問題について質問をいたします。この茨城県東海村にある日本原電の東海第二原発は11月27日に運転開始から40年の期限となります。で日本原電は原子力規制委員会に対して20年の運転延長の申請を行い、11月7日原子力規制委員会は新規制基準に適合するとして運転期間延長を認可をしました。茨城県民をはじめ多くの国民が怒りの声を上げております。断固抗議をするものであります。で東海第二原発は沸騰水型の初の大型原発で、全国一トラブルの多い危険な老朽原発であります。東日本大震災ではあわやという事態になった被災原発でもあり、その安全性に重大な懸念があります。また人口4000万人の首都圏に所在をし、原発から30キロ圏内に96万人が居住する全国で最も人口密集地域にある原発で、事故時の被害は極めて甚大であります。で今年3月東海第二原発周辺の6市村が再稼働に対して実質的な事前了解権を得る仕組みとする新安全協定を日本原電と結びました。その自治体の一つである水戸市の市議会が再稼働反対の意見書を可決をし、海の中市長も再稼働に反対と表明をしているわけです。で NHK の報道ではこの茨城県内44市町村のうち8割近い34の市町村議会が廃炉を求める、住民同意のない再稼働を認めない、運転延長反対の意見書を可決をしております。世論調査でも多数の県民が反対の声を上げております。東海第二原発の再稼働、運転延長20年運転延長などはとんでもないと言わざるを得ません。官房長官をお尋ねしますけれども、このような東海第二原発の再稼働運転延長反対の市民の声をどう受け止めておられるのか、お答えください。菅内閣官房長官。
ただいまのご質問の内容については、所管庁であります経済産業省からお答えすべき問題だろうというふうに思っております。そうした上に立って、私からせっかくでありますので、申し上げさせていただきますけれども、原子力発電所については、高い独自性を有する原子力規制委員会によって、科学的、技術的に審査をし、世界で最も厳しいレベルの新規制基準に適合すると認められた場合、その判断を尊重し、地元の理解を得ながら再稼働を進める。これが政府の基本的な考え方であります。事業者である日本原子力発電所においては、地元の関係者に丁寧な説明を尽くし、理解の確保に努めていく必要があるというふうに思っています。国としても地元の理解を得られるよう、丁寧に取り組んでいきたい、このように思います。塩川哲也君。地元の理解を得られるようにって言いますけれども、地元はもう理解できないと、もう廃炉にしてくれというのがもう圧倒的な声であるわけで、その声にこそ耳を傾けて、東海第二原発の運転延長などは認めないと、廃炉と、こういう決断こそ必要な時だということであります。で、そこで今日は広域避難計画についてお尋ねをいたします。で、茨城県は原子力災害に備えた広域避難計画を策定しておりますが、積み残しの課題解決に向けて引き続き検討を行っております。その一つでこの避難手段の問題があります。で、政府の方にお尋ねしますけれども、この避難に必要な、そもそも避難手段はどういうことを考えているのか、自家用車が中心ということを聞きますけれども、それがどうなっていて、あと、それで避難できないような場合に、バスの利用などがあるんですが、その点について、まず確認でお答えいただけますか。内閣府、荒木新一大臣官房審議官。避難の、手段についてお答えをさせていただきます。避難の手段は今、委員からご指摘ありましたように、その人の容態等に応じて、例えばバスである場合もあれば、福祉車両の場合もございます。もちろん、自家用車で避難、あるいは維持転をされる方もありますので、それぞれの状況によって、それぞれ選択をしていただくと、このように考えてございます。塩川哲也君。自家用車を基本とした上で、自家用車を持っていない方、使う条件のない方、そういう方などについて、バスでの避難という話でありますけれども、そのバスの必要台数と、その台数、実際する何人の避難に対処するのか、でその数字の根拠がどうなっているのか、この点について説明していただけますか。内閣府、荒木大臣官房審議官。必要台数についてのご質問にお答えをさせていただきます。茨城県が推計をしておりますバスの必要台数でございますけれども、病院や社会福祉施設で約380台、幼稚園や学校で約200台、自家用車を持たない住民等で約2690台、合計で約3270台と承知しており、その推計方向についても把握をしているところでございます。なお UPZ は必ずしも一斉に避難または一時停電をするわけではないことから、推計した今申し上げたようなバスの必要台数が必ずしも全て同時に必要となるものではございません。いずれにしましても、避難等に必要なバスの台数の確保も含めまして、円滑な避難の実施に向けて引き続き、東海第二地域原子力防災協議会の枠組みのもと、関係自治体等と連携をしながら、しっかりと検討を含めてまいります。塩川哲也君。3270台って話がありました。これは実際その何人の人をこれで避難をさせるその台数なのか、全体の避難者の数と、その積算の仕方について教えてもらえますか。内閣府、荒木大臣官房審議官。積算の方法についてお答えを申し上げます。茨城県の方からお聞きをしているものでございます。例えば今申し上げました自家用車を持たない、あるいは使用しない住民の方でございますけれども、これは東海村で約2年前でございますけれども、調査をした結果をもとに推計をしているところでございます。
その結果、自家用車で避難ができない人数としては、平日昼間、平日夜間でともに約 14% ぐらいであるというような試算が出ておりまして、それに基づきまして、現在の PAZ の人口約8万、それから UPZ の人口約88万、それに今の 14% をかけた上で、必要な、バスが必要な人数を出します。その上で、1台あたり50人という計算でもって、今申し上げた、例えば2690台のバスの試算をしているところでございます。でそれ以外のところにつきましても同じように人口を出していただいた、出していただいた上で、また1台当たり50人ということでバスの推計をしたと、このように承知してございます。塩川哲也君。96万人に対して、東海村のアンケートで、自家用車使わない使えない人の割合が 16%、14%、それを計算すると15万人、それに対して1台バス50人計算すると今言った3000台余りという数字ということになるわけです。ただこれだから避難計画っていうのはいろんな可能性があるわけで、やっぱ極めて甚大な被害ということを想定して行うということであれば、やっぱりそういった最大のこう深刻な事態を前提とした避難計画と考えた際に、こういう積算根拠でいいのかということは率直に疑問に思わざるを得ません。バスの台数について3000台余りとありましたけれども、1台50人で計算していると言いますが、先日我が党の県議団が茨城県のバス協会に伺って話をお聞きしました。で、協会全体では3000台のバスがあるそうですけれども、乗り合いが1300台、貸し切りが1500から1600台、ですから実際に路線バスに入っているような、そういったバスも含めて3000台ですから、数としてあったとしても実際にその場合に対応できるのかといったことっていうのは、まだ何らこう具体的な話に至ってないわけであります。でそもそも車は3000台あっても運転手は確保できるのかって問題が当然出てくるわけです。でこういったように一つ一つこう詰めていって、本当にその計画っていうのが妥当性あるのかと、合理的にできるのかと極めて疑問に思わざるを得ないんですが、こういうのはきちっと詰めてるんでしょうかね。内閣府荒木大臣官房審議官。お答え申し上げます。原子力災害にかかる地域防災計画、避難計画は内容の具体性や実効性が重要であり、その具体化等を進めるにあたってさまざまなご指摘のとおり課題がございます。で具体的には住民の避難先や避難手段の確保、福祉車両の確保や放射線防護施設の整備などの要支援者への対応、避難経路の複数化や交通渋滞対策などの課題を一つ一つ解決をするため、地域の原子力防災協議会の枠組みの下、地域の実情を熟知しております関係自治体と一体となって、現在地域防災計画、避難計画の具体化充実化に向けて検討を重ねているところでございます。塩川哲也君。さまざまじゃなくて、私バスの話を聞いてるんで、バスについてどういう具体的に合理的な避難のプランになっているのかと、どんな検討しているんだというのを聞いているんですけど。内閣府荒木大臣官房審議官。お答え申し上げます。で、バスの、いわゆる避難手段としてのバスの確保でございます。で、これにつきましても先行して、今、全国の地域で進められているようなものを事例として進めているところでございます。具体的には、今申し上げ、お話がございましたように、県内のバス協会との協定をしっかりと結んでいく。また、それで足りなければ、周辺の自治体ともそういった協定を結んでいくと、こういう作業を今進めているところでございます。もちろんまだ現実には結ばれてございませんけど、そういうものを進めていってしっかりと必要台数の確保に努めていきたいというふうに考えてございます。塩川哲也君。だからまだ進めている段階で協定には至ってないと。その協定っていうのも他の事例なんかもいろいろあって、バス出しますといった協定もあるんですけれども、しかしここの場合には96万人が前提ですから、全国で一番この30キロ圏内に人口が多い、まさに首都圏の一角にある原発というね、極めて甚大な影響を与えかねない
こういった原発における避難計画の問題だから、きちんとした方向を示さなければ、これ納得得られないのは当然のことであるわけです。で、そういったときに、こういったあのバスの問題についても、でまともに今あの、示せるような状況にないということです。で、バス協会は、この放射能が放出された時点では、バスは出せないと、県にははっきり伝えていると述べているわけなんです。で、それは、あの、福島第一の東電の原発事故の時にも、まあ、津波被害もあった東日本大震災対応で、実際にあの茨城のバス協会の皆さんが現地に行かれたんですよ。現地に行かれて、こういった避難も支援をしておられるんですね。で、そういう時に原発事故で放射能が降ってくるような状況の中でも、こういう作業をさせられなかったって苦渋の選択で、あの困難な仕事に、大変な仕事に当たられたということが実態であるわけですから、こういった問題についてね、はっきり示されないままに、まあ、バス出してくれって話にならないんですよね。これはどう考えても、納得のいくような話にならないと思うんですが、バスの問題についてもう一回いかがですか。内閣府荒木大臣官房審議官。お答え申し上げます。今のこれは繰り返しになりますけれども、今申し上げましたように、今茨城県のこの東海第二につきましては、県内あるいは県外の関係するバスの協会とも調整をさせていただいております。で、またそういった不安等がございますので、すでに私どもの方から、例えば管理の目標として1ミリシーベルトを超えないように運用していこうと。で、そのためにはどうしたらいいのか、例えば線量計をつけていただく、あるいはそのための必要な資機材を用いただく、でこういった場合には被爆するかもしれない、このタイミングではまだ放出がないので大丈夫だ、そういったことをしっかりと研修を通じてご理解いただけるように、それを進めているところでございます。塩川哲也君。1ミリシーベルトだと深刻なやっぱり被害をもたらす懸念があるわけ で、それを超えたような場合はどうするのかって、そういったことを含めてこれきちんとした避難計画になるのかというのは、もう率直に疑問に思わざるを得ません。で、同じようなことはあのスクリーニングの話にもあるわけですよね。あの避難帯域時の検査ということで、避難する際にはスクリーニングポイントっていうのを設けて、そこで放射線量のチェックをするわけなんです。で、その場合にあの車でどんどんこう流していくんだという話なんですけれども、まあ、ゲート、まあ、通称関所というわけですけれども、こういったあの避難時にスクリーニングポイントをチェックをするといった場合に、これどうなるのか、このスクリーニングポイントの設置というのは何箇所ぐらいを想定しておられるんですか。内閣府荒木大臣官房審議官。ご質問にお答えさせていただきます。現在今茨城県の方と調整をさせていただいております。その結果としてまだ明確にこれだけの数が必要だ、あるいはこの数で確定するとこは言っておりませんけれども、必要な台数について今算定を進めながら調整をさせていただいております。ただちなみにこのスクリーニング、いわゆる避難待機検査でございますけれども、これは全面緊急事態になった場合に UPZ の方々はまず屋内退避をしていただきます。で、さらに事態が悪化をし放射性物質が放出されて、かつ放射線量が高くなった地区があれば、その地区を特定をし、特定をされた地区の住民が一時点等を行う際に行うものでございます。そういったものにでございますので、必ずしも UPZ 内の全住民が一斉に避難するわけではないということでございます。で、そういったことを踏まえつつ、規制庁が作ったマニュアル、この避難待機検査にかかるマニュアルを踏まえつつ、現在避難待機検査の場所の選定、資機材の整備、検査体制の確保、動線等につきまして検討を進めているところでございます。塩川哲也君。いや、実際だから屋内退避なんて言われてもそうなるのかって話なんですよ。率直にやっぱりね、一人一人にやっぱり実情を考えたら、やっぱここで避難しようという判断だってあるわけですから、で、そういったのをね、机上の空論っていうんじゃないですか。で、こういったことを前提に計画を立ててるってこと自身がおかしいと言わざるを得ません。これ実際その渋滞になるかもしれないと、で、渋滞がどれだけになるのかと、まあ、こういったことを含めて何らあの具体的なあの検証なり対策なりが今の段階でもできないということはやっぱり重く受け止めるべきであります。で、関連して、避難計画でお尋ねしたいのが、病院や社会福祉施設の入所者の避難計画の問題についてです。
30キロ圏内には避難に援助が必要な入院患者や入所者を抱える病院福祉施設はいくつあるのか、でその入所者の数はどのぐらいになるのか、このことについてまず確認をしたいと思います。内閣府荒木大臣官房審議官。お答え申し上げます。原子力災害対策重点区域内における病院は本年4月1日現在123施設、定員の合計は約1万2000名と承知しております。また社会福祉施設につきましても本年4月1日現在191施設、定員の合計は約1万2000名と承知しております。塩川哲也君。ですから2万4000名の方が入院入所しておられます。でそういった方々の中には、寝たきりの方もいらっしゃいますし、車椅子で移動されるような方もいらっしゃる。そういった方々が避難をする際の福祉車両というのは、これ確保は可能なんですか。内閣府荒木大臣官房審議官。お答え申し上げます。今ご指摘ございましたように、要支援者、いわゆる避難に時間がかかり、特別の移動手段や避難先が必要となるなど、避難に際して配慮が要する方につきましては、きめ細やかな対策を行うこととしているところでございます。例えば、PHZ 内の要配慮者につきましては、一般の住民よりも早い段階で避難を開始するということとしております。で、ただし、福島事故の教訓を踏まえまして、避難より健康リスクが高まる方につきましては、安全な搬送の準備が整うまで、放射線防護施設等で屋内退避を実施することとしております。で、一方で、UPZ 内の要配慮者につきましては、まずは屋内退避を行い、その後、一時点等の指示があった場合には、その容態に応じまして、バスであったり、ご指摘の福祉車両により、あらかじめ定められた病院や介護施設など体制の整った施設に移転するということでございます。もちろん、この場合もパズ内での対応と同様に、一時点等により健康リスクが高まる方につきましては、安全な搬送準備が整うまで引き続き行い退避をしていただくということでございます。そういったことを踏まえまして、現在どれだけの福祉車両がいるかどうかについて、鋭意検討を進めているところでございます。塩川哲也君。ですから福祉車両の台数の話なんか何の説明がありませんでした。でそもそもこの危ないときにはそういう福祉車両とか手当てできないと安全に避難できないような場合についてはそこに留まってくれと、放射線が出てるようなそういう環境下でもその場に退避してくださいというのをね、迫るっていう仕組み自身がおかしいんじゃないですか。こんな2万4000人もの方々の避難のための手立てを尽くすってことはできないんですから、こういったことを一つとってもね、この広域避難計画がそもそも成り立つのかっていう根本的な疑問が出てくるわけですよ。福祉車両の確保ができないと、避難手段が確保できないときは屋内退避を求めると、そんなことがそもそも可能なのかと、安全に避難できる仕組みができる見込みがないわけですから、これではどうやっても避難計画そのものが立てられないんじゃないかと思うんですが、そう思いませんか。内閣府荒木大臣官房審議官。お答え申し上げます。繰り返しの部分もございますが、全面緊急事態になった場合でも必ずしも UPZ 内の方々が一斉に一時停や避難をするわけではないところでございます。でまた原子力規制委員会が示している原子力災害時の防護措置の考え方として、パズ内の PAZ 内の住民は放射性物質が放出する前から予防的に避難をすることが基本であるが、避難行動に伴う健康影響を勘案し、特に高齢者や傷病者等については、近傍の遮蔽効果の高い、遮蔽効果や気密性の高いコンクリート建屋の中で屋内退避を行うことも有効であると、このようにされているところでございます。内閣としては東海第二地域につきましてもこうした考え方のもと、屋内退避ができる放射線防護施設の整備なども含めまして、要支援者への適切な防護措置が実施できるよう関係自治体等と一体となってしっかりと検討を進めてまいります。目の前で原発事故が起こってるのにね、その場にいてくださいという話なんですよ。こんなことをね、なんで容認できるのかということを言わざるを得ません。
で、内閣府の原子力防災は、国が前面に立って避難計画の策定の支援をしていくと、国と自治体が一体となって計画を策定すると強調していますけれども、この策定される広域避難計画の妥当性っていうのは、一体誰がチェック、評価するんですか。内閣府荒木大臣官房審議官。お答え申し上げます。原子力災害にかかる地域防災計画、避難計画は、内容の具体性や実効性が重要であり、内閣としては地域原子力防災協議会を設置し、政府を挙げて関係自治体と一体となって地域防災計画、避難計画の具体化、充実化に取り組んでいます。その上で、地域全体の避難計画を含む緊急時対応につきましては、原子力規制委員会が策定をする原子力災害対策指針に基づき、具体的、合理的であることを地域原子力防災協議会において確認するとともに、総理を議長とする原子力防災会議で了承することとしているところでございます。もちろん、原子力防災に終わりや完璧はございません。一旦策定をしたこれら避難計画につきましても、支援を継続をして行い、訓練等の結果も踏まえまして、継続して充実強化し、その実効性のさらなる向上に努めてまいる、そういう所存でございます。塩川哲也君。結局、作った主体の自治体が検証するとか、あるいはその地域原子力防災協議会って言いましたけれども、これ、内閣府の機関ですよ。で、総理トップの原子力防災会議が了承するっていうけれども、要はね、自ら立てた計画を自ら確認するだけなんですよ。これでどうして妥当な計画を作ることができるのかと言わざるを得ません。日本には真相防護についての基準がないという重大な欠点、欠陥があるわけですから、そういった点でもね、このような96万人の避難計画そのものが虚構でしかないということを言わざるを得ません。東海第二の運転延長再稼働を認めるべきではないと、廃炉にということを強く求めるものであります。で、なんでこんなふうに原発の動かすことに終始をするのか。で、私は率直に官民癒着があると言わざるを得ません。経産省にお尋ねしますが、東海第二原発を運営をする日本原電の役員に経産省出身者がいるんじゃありませんか。経済産業省粕谷大臣官房長。日本原電の役員でございますが、電気新聞社発行の電力役員録にも掲載されておりますが、今年8月末現在、元経済産業省職員1名が同社の副社長に選任をされていると承知をしております。塩川哲也君。副社長が経産省出身であるわけです。で、これは今、東海第二原発の再稼働に向けて安全対策の経費が1740億円とかかると。で、この経費自分で出せないもんだから東電に支援してもらうと、こういう約束もしてるわけですよ。その東電は実質今国策企業、国有企業で経産省の役員も入ってるんですよね。そうすると経産省の役員が入っているこの東電と日本原電の間でお金の融通をするような延命策を図るようなことを行っているわけなんです。で、こういうことが官民癒着ということで問われているんじゃないのかと。で、もともと原発事故が起こった当時の枝野官房長官は私の質問に対して、原発原子力の安全という問題については指導監督する側と受ける側にいささかの癒着もあってはならないと述べておりました。で、その後経産省は電力会社への再就職の自粛についてという通達、天下り自粛の通達を出したという経緯があります。この通達は今も生きてるんですか。経済産業省粕谷大臣官房。委員ご指摘のとおり、東京電力福島第一原発の事故を受けまして、平成23年4月国民の疑念を招かぬよう、経済産業省幹部職員が電力会社の役員等に再就職することについて自粛を促す措置を講じたところでございます。現在においてもこの措置の有効性は損なわれていないというふうに理解をしております。塩川哲也君。官房長官にお尋ねします。東電の原発事故当時、枝野官房長官は先ほど紹介したように私の質問に対して、原発原子力の安全という問題については指導監督する側と受ける側にいささかの癒着もあってはならないと述べていたわけです。こういった官民癒着が疑われるような天下りの実態があるわけですから、これしっかりと是正する必要があるんじゃありませんか。
菅内閣官房長官。国家公務員の再就職については、国民からの疑念を抱かれないよう、国家公務員法に基づいて規制されており、ご指摘の社の日本原電への再就職についても、この再就職規制に沿って適切に行われている、こういうふうに報告を受けています。塩川哲也君、持ち時間天下り、この原発事故の前から言ってたら、それは適用除外だという話でね。しかしそれが癒着になってるわけですから、ここはやっぱりきっぱりと断ち切ることが必要だと。原発にしがみつく原子力事業者と、原発推進政策に固執する国経産省による官民癒着が、危険な原発再稼働の大元にあります。原発利益共同体による原発推進政策を断ち切って、原発ゼロ、省エネと再生可能エネルギーの急速な普及によるエネルギー政策の抜本的な転換を図る。そして、野党提出の原発ゼロ基本法をしっかりと審議しろと、このことを強く求めて質問を終わります。